ガ人坊主は、江戸時代に存在した、日本の大道芸人で、神仏に対する参詣、祈願はあるいは修行、水ごりを、客の代理として行うことに始まり、江戸市中を徘徊して軽口、謎掛け、墨吉踊り、アホだら、京など、様々な芸による角付け、あるいは大道芸を行う者の,の総称である。骨ツと同様に、芸能中心の先民である。 道楽像と書くこともあった。墨吉踊り、カッポレをはじめ、念仏踊り系統の多くは、ガンニン坊主によって諸国に留布された。白衣絵画が18世紀に描いた、真冬に現れる、スタスタ坊主。裸で頭には鉢巻き、締め縄のような身の腰付け尺状を持っている。その後裸での物乞いが禁じられ、包囲を着るようになった、ガンニン坊主の一種であるカシマザワリ。 尾上え小六の元人坊主。歌舞伎、京成井出の山吹よりそもそも、元人とは、神仏に祈願する人を意味し、元人が元人坊主の略称となったのは、その登場以降である。出現、活動した時代は、江戸時代、活動場所は、江戸市中、自社奉行の支配下にあって、居住地は、藤沢派と、倉間派とに集団を二分されて生活した。当初は大岩人として、 水ゴりなどを代理でしていたと言われる。半僧半族から徐々に俗化し、創業の芸人となった。略して、ガン坊、ガンとも、多芸多才で江で時にはたびたび流行の発信源となった。実態としては芸をすることにより、米戦を乞う、古事記坊主で、大ガンの坊主という意味である。釈迦ガン背書きガン裸ガンやっとこせなどとも称された。 コンピラ工人、ハンダユキトなども、同類で、多岐にわたる芸を折々に披露して米や銭を買うたほか、人に代わって、大三、大町、祈願の修行、水ごりなども行い、これを制御とした。大阪では、正門払いとも言った。江戸時代後期の1842年に町奉行への報告書によれば、当時は、江戸の、に、集団的に居住していた。 同報告書によれば、当時の元人たちは、半字物の札を配り、集団で歌を歌ったり踊り歩いたりして、金銭を得たり、全裸同然のスタイルで、町屋の店先に立って、芸をし、金銭を買う、角付け等で生計を立てていたとされる。髪型や江戸で、冬になると、寒さにもかかわらずほとんど全裸姿に、縄の鉢巻きを頭に巻き、腰に締め縄、扇。 尺状を手に持ち歌い踊るスタスタ坊主が角付けを行った。これはもともとは京都の商人が旧暦10月20日に正門払いといって祇園の火舎電車に参詣し、店では安売り等の顧客サービスをする日に店に代わって参詣するガ人坊主が由来であった。ちょんがれ坊主と呼ばれるガ人坊主もいた。角付けをしたり路房に立ったりしてちょんがれを歌い、 金品を買うた。尺状や、鈴、金状を振って表紙を取り、早口で歌う芸であり、ちょんがれ節は、後に、浮かれ節、何は節に発展した、名イだ坊主と呼ばれた、元人坊主は、名無阿ダブ仏がなまった、名イだを唱えながら、浄瑠璃語りやモノマネといった芸を門付けした。マカショは、白頭筋、白衣のスタイルで現れ、入りの代行をすると言って、街を練り歩き、 天神様を描いた、少子編を子供たちに、マカショ、マカショと叫びながら巻く、そして金銭を買うという類の元人坊主であった。マカショは負けのいい。マカショの姿は、二代目、桜田寺介が書いて1820年に所演された、官業行き姿民の中で舞踊化されており、現在も、その再現を見ることができる。ワイワイ天皇は、羽織、袴、両党、 天狗あるいは、猿多彦の面をつけ、小津天皇と書いたお札を、ワイワイ天皇、騒ぐが、お好きと叫びながら巻く、そして金銭を乞うという類の元人坊主であった。後に発展した、浪曲以外にも、元人たちが、門付け、大道芸として普及させることで発展した、俗用や踊りがある。八つさんという俗用は、江戸時代末期に、元人たちが、 踊る歌として用いることで流行させ、その後の寄せの出し物、下流会でのお座敷歌として流行した。カッポレ、カッポレ、アマチャでカッポレの林言葉で知られるカッポレも同様に江戸末期、墨吉踊りをもとに、元人たちが踊る歌として用い、伊勢音度も取り入れることで流行させ、明治時代になって寄せに歌舞伎に取り入れられて大ブームとなった。近代、カッポレの始祖。 法年栽培坊主は兄と共に元人坊主であり、カッポレを大道芸から寄せ芸へと発展させている。それぞれ得意芸を中心に曖昧に領域を重ねていたと思われる。江戸の元人も身分的終焉にあり、管轄としては自社奉行廃下にあった。グレ宿を経営する元人もおり、幕末に急増する地方よりの流民の行き先として元人町は、 急速に膨らんでいく。1873年8月23日、東京府が元人故障廃止を布告し、故障は廃止されたが、代わりに家業が禁止され、むしろ零落した。その後、新聞、雑誌などによる興味本位の貧民屈キャンペーンがあるなど、江戸時代より別紙があからさまになり、橋本町、サメガ橋はスラムクリアランスにより強制移転の浮き目に遭う。 以上が、学術的な理解である。芸能的理解者には、小沢昭一がおり、その名も、眼人坊主は、我が憧れの職業というコラムがあるなど、現代芸能につながる原点として見る向きもあり、一定の影響がある。1811年初演の歌舞伎舞踊、七枚賊花の姿絵の一つに、時わず節の、ガン坊主をもとに、眼人坊主の所作を舞踊化したその名も、 ガ人坊主という舞踊が存在するが、現在では1929年に六代目、小野駅菊五郎が、清本節に改めた歌舞伎舞踊を、浮かれ坊主として知られる演目である。派手なふんどしに、黒の包囲という滑稽な半裸姿で、自分の身の上を面白おかしく踊り、江戸のガ人坊主の風情を今に伝えている。この他にも、ガ人坊主が登場する歌舞伎はいくつかある。 また地方においても様々な形で断片が残されている。ありがとうございます。